米大リーグ機構、MLB は3日、日本時間4日、8月度の月間 MVP を発表し、ドジャース大谷翔平投手、30は選出されなかった。昨年7月以来で移籍後初となる受賞はならなかった。写真、受賞した4人、そうそうたるメンバー大谷は8月、全27試合に1番、指名打者でスタメン出場。 115打数27安打で月間打率はリーグ50位の2割3分5厘だったが、12本塁打はジャッジ、ヤンキースと並んで MLB 全体の最多体で、15盗塁は同単独最多だった。MLB 公式サイトのサララングス記者によると、本塁打数と盗塁数が共に MLB 全体のトップになるのは、1967年4月の L ブロック、カージナルス以来57年ぶりの快挙だった。 さらに8月23日、同24日の本拠地、レーズ戦では、2等を決めて自身初の40投類をマークすると、同点の9回2死満塁でさよなら満塁本塁打となる40号を放ち、史上6人目となる40本塁打 &40 投類の40の40をマーク。30日、同31日の敵地ダイヤモンドバックス戦でも本塁打と投類を決め、 メジャー史上初となる43から43を達成した。今季はここまで2日、同5日、終了時点で44本塁打がリーグトップ。98打点と46盗塁が同2位、打率2割9分2輪が同5位だ。前人未到の50から50、リーグをまたいでの2年連続本塁打を、日本人初の三冠王、トリプルスリーを視界に捉えており、 月間 MVP の受賞はないが、シーズン MVP の有力候補筆頭に名前が挙がっている。これまでの6年間はプレイオフ争いとは無縁だったが、ドジャースはナリーグ西地区首位を独走しており、プレイオフ初出場に前進している。2日、同3日、には、9月でこれだけいい位置にいることは自分はなかったので、もちろん特別と話していた大谷。 9月も大谷から目を離せない戦いが続きそうだ。